ただいまより物質修理ブリーフィングを行う。不真面目な態度は厳禁であるぞ。はーい。まず金森君、解説を。古来坊主丸儲けと語られるように、元手のいらない商売の存在がささやかれておりますが、元手がない中で活動を始めるのは大変なことであります。動画机や扇風機などの備品は学校からタダで調達しましたが、手入れなしに使えるものでもありません。特にこの老朽化した部室、もとい同好会室にあっては、壁や屋根の穴を放置しては貴重な備品が水没する恐れがあり。深山から騒ぎ肌捕まえろ。ちょ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 。大層真面目な態度ですね、浅草市水崎市。思い出してほしい。我々はかつて3万円という大金を手にしたことがあった。あったー。わしが2階から転落する瞬間の映像はハプニング映像として3万円で売れたのだが、見てほしい。これが3万円の残骸である。ほぼほぼ壁や屋根を修理する材料となった。犠牲になった3万円に黙祷。黙祷。私のポケットに大金が舞い込みますよう、お願いします。3万円様。3万円って大金なんだ。私が小3の頃のお小遣いと同じ額だ。うわっ、タヌキだ。バンバカバンバカタヌキだよ。宴だよ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 。真面目にやれ。